今日はですね、アユザオとか、ケリュザオの、まあ、折れとかですね、まあ、ひび割れの原因になる、まあ、現象の一つとしまして、縁落ちっていうトラブルがあります。多分長年延べ竿の釣りをしている方は必ず一度や二度は経験していると思いますけども、釣ってる最中にこう竿がトントントンと降りてきちゃう。その縁落ちっていうのはですね、先に細い方が下に落ちてきしまうと、そして後からこの太い方が落ちてくることによって、この細い方のこの小刃ですね、このタバクチの一番先、こう結構鋭いっていうか薄くなってますんで、ここがその細い方が先に落ちて太い方が落ちることによってこう削いでしまうっていう現象が起きますだと思うんですけど、こう担いでる時とか取り込んでる時に竿がストトトトンと上から落ちてくるっていう、そういう現象で、節落ちというんですけども、それによって、まあ、竿の内部がこう削げてしまうっていう現象が起きてですね、まあ、その時はただ竿が落ちただけだろうというふうに思うだけなんですけど、その後例えば魚がかかったとか、こう実際振り込んだとか、そんな時に、ポキッと折れてしまうとか、まあ、ある時こう竿をしまう時に触ってみたらミシミシしてたとかですね、そういうことで竿が折れてしまう、まあ、ひび割れてしまうというトラブルがあります。よくですね、まあ、竿がこう釣ってて折れちゃったんだよとかって修理で持ち込まれる方がいらっしゃるんですけど、あ、そうですかってことでバラして、見てみますと、よく竿の中がですね、こう削げてるとかですね、その削げた破片がこう出てくるっていうことがありまして、まあ、折れた時が原因ではなくてですね、その前にちょっとこう竿が落ちたことはありませんかとか言うと、あ、そういえばちょっと前に竿がトントントンと折っちゃったことがあったよと、まあ、その時に竿の内部をこう削いでしまったために、まあ鮎竿なんかは結構薄く作られてますんで、その薄さによって、まあ負荷がかかった時に折れてしまうっていうトラブルがあります。本来、伸ばす時はまあこう先端から伸ばして、しまう時は元の方からしまうっていう、まあ誰しも分かってると思うんですけど、で節落ちがでトラブった実例なんですけど、まずね、これバラしてみたときに、このまず3番のこの先端見えますかね、カーボンのこの削げた部分がこう食い込んでるような挟まってる状態になってます。でなおかつこの 4番、これ中はねちょっと見にくいかもしれないですけど、この右の方かな、まあ、画面で見るとどっちになるのかなわかんないですけど、中がねちょうどこの削げた幅と同じ長さというか幅でね、削げてえぐれてるんですね。それによってこういった、まあ、破片が出てきます。まあ、これなんかはまだね傷が浅いというか、序の口で、ひどい場合はもう本当に長い破片がスパーッと出てきちゃって、もう竿がペコペコしているような状態の時もありますんでね。はい、これがですね実際に出てきた竿の中から出てきた破片ですね。はい、でこれ気づかないでね、これが詰まった状態でこう竿を伸ばしてしまってですね、これがこう竿と竿の継ぎ目に挟まって、逆に固着っていうこともあるんですよね。まあ、この破片が、まあ、これは今回こんなね手のひらに乗るぐらい小さなものですけど、まあ、もっと長くベローっと出ちゃう時もありますし、時にはこれがねこの見えますかね、この下側がこうそげちょっと白っぽくなってると思うんですけど、これがこの今の破片がそげて取れた場所なんですね。必ずこの竿の中に傷があるっていうことはですね、まあ、竿の内部ですから、
この傷を作る必ず原因というか相手がいるんですよ。だからこの今回この4番の傷を作った相手はこの3番、この3番目のパーツがこの4番の傷を作ったわけですね。これが3番の細い方が先に下に落ちてしまって4番が後から落ちてきてこの3番の玉口の小刃がこの4番の中の内部を削いだということです。その削いだ破片がこれです。これがもっとベローっと長く削げることも先ほど言いましたけどあります。まあこれが結構長く深めに傷がいった場合はもうその削げた部分がペコペコしてしまうっていうこともあるんで、まあ、それを気づけばまだいいですけど気づかずに中にこの破片が入った状態で、釣ってしまうと、それで折れてしまうということもありますんで、はい。で、まあとりあえずはまあ補修すれば使えるかなっていうぐらいのレベルですけども、まあ心配な方は交換した方がいいっていう感じの傷になってます。で、結構ね実調で、まあ自分も経験あるんですけど、こう。サンバがトントントンって落ちたと落ちるっていうことはねやっぱ実際起こってしまうんで防ぎようはないんですけど、まあやっぱこう釣ってる最中に何かストトトトッとこう節落ちを感じる感度こう釣りの中で気を配ってやってるってことは大事だと思うんですね。特にかかった時とかこう完全に立ってましてそこでストトトトーンとこうやって、まあ、気持ちはこう魚の方に行っちゃっただけ、まあ竿が起こっちゃえば取り込みはできないですけど、まあ、それもちょっと気配りしてよく何もしてないのに竿折れちゃったんだよとかっていう方もいらっしゃるんですよね。まあ、竿の内部で起こってることなんで実際そこを釣っててですね竿の中を傷つけたりするってことはまあハンドパワーでもない限りできないことなんで実際釣ってる釣り人が考えれば不思議なことなんですけど、まあ、よくよく考えてみるとその前に竿がトントントンとこう掘ってしまったよっていう縁落ちがあったよっていうことがやっぱりあったりするんですね。まあ、それによって竿が破損してしまう、まあ、ひび割れてしまうっていう現象なので、特に大事なお気に入りの竿とかですね高価な竿とかねこう慎重にこう伸ばしてこうあまりギャーッとやらないっていうのがあってなおさらこうしっかり出さないとパタパタパタッと落ちてせっかくの新品の竿が中が削げてしまって、まあ、気づけばまあその時いいんですけど気づかない時に折れてしまうっていうこともありますんで、まあ、そういったこともまた一つ覚えていただければ、楽しい釣りができると思います。はい、今日は潮落ちによる竿のトラブルについて、ご説明いたしました。ご視聴ありがとうございます。